はいさん、こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅尾です。今回の動画のテーマはですね、テニス中の重心の位置について話をしていきたいと思うんですが、 重心の位置ってこれめちゃんこ大事だと僕は思っているんですね。例えば打つときとか、ボールを追いかけていくときとか、切り返すときとか、まあ、ステップをするときとかっていうのは結構重心の位置が頻繁に変わるんですね。で、そういったときに皆様が普段履いているテニスシューズの底を見ることによって で、まあ、いわゆる体重重心が正しい位置で使えてますよとか、まあ、こういったところに重心があると、まあ、怪我のリスクだったり、パフォーマンスの低下につながりますよ、みたいなことを話を進めていきたいんですが、それをするために一番いいのが、靴の底を見ること。 なんですね、まあ、いわゆる、摩耗している場所が大事なんですけども、摩耗している、すり減っている、イコール、そこに皆様が頻繁に重心を乗せているっていうことがわ、まあ、かってくるので、どういったところがすり減っていると正しい重心が使えてますねとか、こういったところがすり減っていると、まあ まあ、いわゆる正しくないというか、まあ、怪我のリスクだったり、パフォーマンスの低下につながってしまいますよ、みたいなことを解説していきたいかなと思いますので、ぜひですね、この動画見ながらできれば、 皆様が普段履いているテニスシューズちょっと持ってきていただきたいんですよ。まあ、この動画を見てこう比較しながらですね、うん、ふむふむ使えてる使えてるとか、あれ、こんなところに摩耗があるな、みたいなことの気づきの動画になればいいかなと思いますので、ぜひですね、シューズのご用意をいただいて、この動画最後までご覧になってみてください。はい、皆様、シューズのご用意はいかがでしょうか先にですね、結論から伝えていくと、これ左足になるんですけども、パッと裏を見てもらって、まず見てもらいたいのは、 このかかと側なんですが、かかと側の中でも、外側、ここにすり減りがありますかっていうことをまず確認してください。はい。で、二つ目が、今度つま先側になるんですけども、その中でも、親指側、母子球側にすり減りがありますかっていうことをちょっと確認していただきたいんですが、ちょっとですね、私若干プチ自慢になっちゃうんですけど、 個人的には僕重心の位置だけはですね、正しく使えているという自負がありまして、これ僕の外,外で履いているテニシューズなんですけども、これ左足で、これ要はですね、かかとの内側にこれ間もないんですよね。はい。で、これ外側に、まあ、摩耗がありますよ。はい。で、つま先方向、親指側に摩耗がありますよ。で、小指側にはないですよね。 まあそういったところをちょっと確認していただきたいんですが、なんでここに摩耗があるといいかっていうことなんですけども、まずかかと側ですね。かかと側はなぜかっていうと、いわゆるステップインの時、体重移動の時っていうのは、かかとからこう地面を捉えましょう。と。で、その時に、やや外側にあった方がいいんですね。っていうのは、 かかとからガッと地面捉えて、体重が前、足の裏の全体に流れて、最後つま先の方で蹴っていくっていう、これが体重移動じゃないですか。で、その時に、このパッと体重が全部足の裏に乗った時に、基本的には外側、やや外側に乗っていることが正しいとされているんですね。なんでかっていうと、ここって土踏まずなんですよ。 土踏まずっていうことはちゃんとアーチがあってそこに体重重心は基本的に乗せない方がいいとされているんです。なのでシューズの内側のここって必ずちょっとアーチ状に作られてるどこのメーカーさんでもそうだと思うんですよ。なぜならこれが土踏まずだからでもまあ単純な話なんですけども。要は足裏にこう体重が流れていくときに土踏まずの反対側やや外側に乗るってことを考えると ステップインしたときに、やや外側に重心があった方が、スムーズにこう体重重心が流れていくんですね。はい。なので、もし皆様のシューズの内側の方にすり減りがあったら、おそらく内股です。股関節がちょっと中に入ってたりとか、膝がちょっと中に入っちゃってるので、地面を捉えるときにちょっとシューズが内向いちゃってるから。 これやるとやっぱ膝の内側を痛めたりとか、あと腰とか骨盤周りをちょっと痛めてしまう傾向が結構あるので、あと何より正しく重心体重がまあ流れていかない要因にもなるので、まあ、ちょっとこの内側か外側かどっちがすり減っているかっていうのはちょっと確認していただきたい,と思います。で、重心体重がバーッと足の裏、真ん中の外側をちょっと経由したら最後、蹴ってくる時ですね。この蹴ってくるっていう時は逆に重心がバーッとこっちに移動して、 親指母子球の方で最後地面って蹴っていきたい、捉えたいんですね。なのでもし、こっち側、外側に摩耗がたくさんある方は、おそらく外に重心が流れていたりとか、うまく親指母子球の方で蹴れていないっていう可能性が結構高いと思います。で、もう一個大事なのが、テニス中ってこう、ピボットって言って、こう、体のひねりっていうのをめちゃくちゃ使うじゃないですか。 その体をひねってる時の正しい重心位置っていうのは、これまた母子球なんですよ。母子球に重心を乗っけることによって、こういう風に足をこう回転させるように、体がねじれるようにできているので、そういった観点からも、この母子球っていうのは無ちゃんこ重心。なんなら僕、テニス中ってこの母子球重心がめちゃくちゃ多い、ほとんど多いんじゃないかなと思っているので、まとめると、かかと側はちょっと外側と。で、 つま先側は母子球あたり、親指のそのちょっと下ぐらいのところに摩耗があると正しく重心は使えているっていうことが言えると思うんですね。で、こっからですね、ちょっとあの写真が私何枚かあるので、そちらを紹介させていただくことによって、まあ、いわゆるこういった癖があるんじゃないかとか、こういった体の使い方をしているんじゃないかっていうことをちょっと紹介していきたいと思いますので、ちょっとそちらの実例の方をご覧ください。<music> はい、こちら、某選手のですね、靴の裏の写真になるんですが、まずはですね、かかとの方、こちらの方から拡大してみていきたいと思います。 はい、こちら、かかと部分なんですが、先ほどもお伝えしたように、かかとの外側の方にね、魔法がある方がいいですよ、ということをお話しさせてもらったんですが、それを踏まえると、まあ、外側の方に摩耗があるので、まあ、かかとの重心位置はすごくうまく使えているかなと。で若干、左足の摩耗の方が少し多いかなと思うんですが、そこまで顕著ではないので、まあ、左右差っていう観点からも、そこまでかかとの重心に関しては問題がないと思うんですが、 顕著なのはですね、つま先の方なんですね。ちょっとつま先の方を拡大してみたいと思います。はい、こちらつま先側の写真になるんですが、まあ一目瞭然ですよね。まあ魔している場所は親指とか母子球のとこなので、使い方っていう観点で考えると基本的には間違っていないと僕は思っているんですけども、やっぱ左右差ですよね。左足側、穴開いてますから。 でその穴のちょっと上見てみると白く剥げているので、やっぱり右に比べるとこの靴の持ち主は左足重心、左側でたくさん重心を使っているっていうことが言えると思います。で、それをですね、いいか悪いかっていうところが判断材料かなと思うんですけども、私個人としては悪いとは思っていないっていうことと、ある種自然だなとも思ってるんですよ。っていうのは、この選手はですね、腕が左利きの選手なんですよ。 で、やっぱり、フォアとバックって、フォアの方を打つ機会の方がやっぱり多いじゃないですか。ということは、左利きであれば、軸足は基本的に左足になるのって、それだけたくさん使っている、要は摩耗が進んでいるっていうことは、ある種自然なんじゃないか、ということが言えると思います。 しかしですね、もし、摩耗が進んでいるが、まあ、見ている方は多分右利きの方が多いと思うんですけども、右側の摩耗が進んでいる方で、右足側に何か痛みとか症状、とりわけ足首とか膝とか股関節とか腰に症状がある場合は、 重心が流れすぎていることが原因で、それが過度な負担になっている可能性が高いので、もし症状がある場合の方はですね、これを問題視するっていうことは一つ言えると思います。で、もう一個比較してみていただきたいのが、かかととつま先なんですよ。 さっき、かかとの外側とつま先母子球側が摩耗する。これは自然でいいことですよとは言ったんですけど、摩耗度合いですよね。この靴の持ち主、確かにかかとの外側が摩耗してたんですけども、どう考えても親指母子球側の摩耗の方が多いし、進んでるじゃないですか。で、これを何を意味してるかっていうと、要は、前重心でプレイしていることが多いっていうことが言える。 ですね。で、まあ、この靴を持ち手は私の選手なんで、まあ、プレーをよく見ているのでわかるんですけども、確かにあんまり、いわゆる体重移動、ステップインして打つ選手ではないんですね。なので、彼のプレーと、怪我とか症状がないことを考えると、親指、腰側の方に摩耗が進み、かつ、左足の方の摩耗が進んでいるっていうことは、今現在は問題ではないし、自然なんじゃないかなっていうことが言えると思います。 はい。で、この靴の減り方で一つ私が問題視をしているのは、いわゆるこの写真が示しているように、小指側、まあ小指球って言うんですけども、小指球側の摩耗も結構あるんですね。で、彼のプレイを見てもわかるんですが、やっぱりこう外に振られた時に、本来は親指側母子で踏ん張って切り返したいところが結構、 母子ではなくて、小指側に、要は外側に流れてしまって打ってしまってる、もしくは打たされてしまってるケースが結構多いんですよ。なので、この小子球のすり減りっていうのは、本来は母子で踏ん張りたいところの体重が外に流されてしまって、この時に地面とのすり減りが生まれてしまっているっていうことが言えるので、もし理想を示していきたいなら、この小子球側の ヘリっていうのがどん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 なくなって、母子球側だけのヘリになっていくと、この切り返しっていうのがしっかりできているっていうことが言えるし、フットワークがより良くなっているっていうことが言えるので、この靴の持ち主はその辺が課題だということが言えると思います。 はい、続いてこちらの写真ご覧になっていただきたいんですが、先ほどとは違う選手のシューズの裏の写真になるんですが、皆様これを見てどう思われますでしょうか、まあ、申し訳ないんですが、この減り方はあんまり良い,い減り方とは言えないんですね。で、この靴の持ち主は右利きです。なので、先ほど話した通り、利き腕側の足、 この場合は右足ですよね。こちらの摩耗が進んでいること自体は、まあ僕は間違ってないんじゃないかなと思うんですが、左に比べてやっぱり摩耗しすぎているとも言えるし、逆に言うと左側が全然摩耗していないとも言えるんですよね。要は右足のみ使っていると っていう評価になってしまいますし、先ほど言ったようにあの、母子球側とかで支えているならいいんですけども、母子球、小子球両方とも同じぐらいの摩耗になっているんですよね。要はしっかり蹴れてるのか踏ん張っていれるのかっていうところにもちょっとやっぱり疑問が生まれるんですよ。で、やっぱりこの選手も私の選手なんで、よくプレイ見てるとわかるんですけども、この選手はですね、非常にラケット感覚に優れていて、まあ正直言うとあんまり足を使って ていない状態がこう上がっている選手なんですね。なのでこういった靴の減り方しますし、あと結構前面部足の前側部分に守りが進んでいるじゃないですか。で、彼って上半身結構こういう猫背というか前方型タイプの姿勢なんですよ。で、前方型タイプの選手っていう姿勢はだいたい前に体が流れちゃっている、要はチュ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 っていうような足の使い方をしている選手が非常に多いんですね。 なので、この靴の持ち主にはですね、まあ足の使い方含め、やっぱり肩甲骨、背筋側の姿勢をしっかり しっかり正すように、まあちょっとトレーニングさせてもらって、これ結構前の写真になるんですが、今はこういった摩耗の仕方しないんですね。なので、やっぱり靴の摩耗から見ると、やっぱり上半身の姿勢まで関連してるんだなっていうことが、こういった写真から紐解けるので、まあ、もしこういった靴の減り方をしている選手は、足裏だけの重心ではなくて、体全体の姿勢が右に流れたりとか、前に倒れたりとか、もしかかと側の摩耗が進んで、 でいる方はやっぱり後ろ重心ででああるる可能性があるのでそうい、っっったりり減のの仕方がししてててていないかっていいいなかうのははちょっと確認してみてください、はい、皆様いかがでしたでしょうか今日はですね、靴の裏を見ることによって、まあ、重心位置っていうのを確認しようっていうことがテーマだったんですが、本当はですね、もっと細かいんですよ。お一人お一人靴の裏を見させてもらえば、もっと細かいことが言えることなんですけども、まあちょっと今日はね、動画なんで、まあ、あくまで 一般的なお話だというご理解でいただけるとありがたいです。で、一番重要なのはやっぱり冒頭お伝えした、かかとの外側の摩耗と、親指母子球側の摩耗が進んでいて、他が基本的には摩耗していないっていうのが、テニスシューズにおける理想の重心位置摩耗の仕方だと思っております。で、利き腕側の 足。まあ大体は右利きだと思うので、右足の摩耗が左に比べて進んでいるっていうことに関しては、さほど問題ではないと思うんですけども、何かそこにね、負担というか、怪我というか、そういったトラブルがある場合は、重心の位置っていうのが結構関連してることが多いので、そういった場合はですね、ちょっと専門家の先生に見てもらうっていうことは忘れないでいただきたいと思います。 本当にですね、あの、スポーツギアっていうんですかね、スポーツ道具ってのはテ,テニスのみならず、どん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 進化していて、道具の良し悪しで我々のパフォーマンスだったり、怪我のリスクっていうのがどんどん下がってくるとも言えるので、やっぱり靴の裏はですね、こまめにチェックして、ちなみにこの最初に紹介した、 穴の開いたシューズを持っていた選手はですね、このシューズのまま試合に行こうとやっていたくらいだったので、おいおいっていうふうにちょっと注意をさせてもらったんですが、結構ね、靴の裏のままを見ずにですね、進んで、あの、やってしまっているケースというのがあるので、そういったところも踏まえてですね、注意喚起として今回の動画を作らせてもらいました。まあ、いろんなところからですね、選手のプレイスタイルだったりとか、パフォーマンスを上げることとか、怪我のリスクを避けることっていうのは本当にあるので、また違った形でね、あの、ご紹介させていただければと思いますので、引き続きですね、まあ テニスの練習、トレーニング、試合等、何よりですね、本当に怪我に気をつけながらテニスの方を続けていただければと思いますので、また違ったテーマ見つけて動画を作りたいと思います。はいということでまた次の動画で会いましょう。さよなら